中本鈴子、中本鈴香、中本鈴香、鈴香中本、1997年12月20日帯は、日本のボーカリスト、ダンサー、アイドル。所属事務所はアミューズ。2010年より、メタルダンスユニット、ベイビーメトルのボーカルダンスを、SU メタル名義で担当。桜が悪印、カレンガール S の元メンバー。広島県広島市出身。 姉は、元、乃木坂46の中弦姫子。3歳の時に、モデル活動を開始。4歳の時に、バンダイの子供向け化粧品、ジュエルドロップ、ジュエルドロップのイメージガールとして、グランプリを受賞。2006年3月、小学2年8歳の時、第4回アルパークスカラシップオーディションでグランプリを獲得し、アクターズスクール広島、アッシュに入学。 スクールの先輩、パフュームと同様、発表会や、広島フラワーフェスティバルなどのステージに立つ。2007年、アミューズ第2回スターキッズオーディションで、準グランプリ受賞、アミューズのキッズ部門に所属した。2008年6月、アニメ、絶対カレンジルドレン、テレビ東京系の、オープニングテーマ、オーバーザフューチャーのために結成されたユニット、カレンガール S のメンバーに、 鈴鹿名義で参加し、アニメ番組の中で鈴鹿役として声優に初挑戦した。2009年3月31日、アニメ番組の終了に伴い、カレンガール S も活動を終了。2009年、ミュージカル、冒険者たちに出演。同年、女子小中学生向けファッション雑誌、ダイデイジーの専属モデルに留学。2010年4月、 中学1年の時広島在住のまま、成長期限定ユニット、桜学院のオリジナルメンバーとして活動を開始。並行して、アッシュのイベントや発表会にも出演。同年10月28日、桜学院のクラブ、重音部で活動するメタルダンスユニットベイビーメトルが結成され、SU メタル名義で参加。2012年3月、 姉美賀校が乃木坂46のメンバーとなったため、母と姉美賀校と共に東京に引っ越し、同月、西条秀樹、山本浩次らと共に、広島県観光 PR 実行委員会である、広島県を C 委員会のメンバーに就任。同年春、桜学院の最終学年となる中学3年生になり、二代目生徒会長、リーダーに就任。 2013年3月31日、東京国際フォーラムホール C で行われた、ザ・ロード2グラジュエーションファイナル桜学院2012年度、卒業をもって、桜学院を卒業。自身の卒業ソングとして発売された桜学院のシングル、マイグラジュエーショントスでライブを締めくくった。また、ベイビーメトルが桜学院から切り離されて独立したプロジェクトに、 なった子で、卒業後もベイビーメトルの活動を継続することになった。同年11月、ジャパンポップカルチャーカーニバルイマツド2013に、ジャムプロジェクトとのコラボレーションユニット、ジャマトルプロジェクトウィズ SU メタルとして出演した。アッシュ時代から歌唱力は評価が高く、発表会では、たびたび単独歌唱の機会を勝ち取っていた。ベイビーメトルデビュー当初より、 声は強くなっている。自身も私から歌を取ると何も残らない。そう言い切れる。小さい頃に色々な習い事をやらされたけど、どれも全然長続きせず、唯一続いたのが歌で、だから歌に感動するし感謝しています。そういう意味で自分って歌だったんだなと改めて思うなどと述べている。歌で人を勇気づけたり、心を癒したり、 そんな歌を歌える人になるのが目標。相性は、スー、スーさん、スーちゃん。三姉妹の末っ子。一番上の姉に、親が、レ霊レかとつけたため、姫子も、鈴こも名前の最後にが、がついた。姉の服をよく着る。父親は若い頃、バンド活動をやっていてスカウトされ、東京でプロミュージシャンになり、フーリガン,ンズというロックバンドのメンバーだったという。 映画にも出演し10年続けたが、家の事情で、広島に戻り建築の仕事を始めたという。小学5年の時、振付の先生であるミキコに、ステージは最高のパフォーマンスをお客様に見せる、ところだから、ステージでは泣かないと約束した。好きなアーティストは、アッシュの先輩、パフュームのほか、雪を挙げている。好きな食べ物は、チーズケーキ、広島のお好み焼き、 花ソーセージ、かき氷。好きなキャラクターは、スージーズー。文房具が好き。読書家、赤川二郎と、等の敬語のファン。漫画はほとんど読まない。犬が苦手。ベイビーメトル結成以前はメタルを愛聴していなかったが、活動を続けていく中ですごく面白いと、メタルの魅力にはまった。その後は、無理やり、 メタルという形にはめなくてもベイビーメトルらしいタルをすればいいと気づき、ベイビーメトルというものを広めていこう。私たちしかできないこと、私たちが道を切り開くという意識に変わってきた。それがメタルレジスタンスだと思うと話している。ベイビーメトルの楽曲の歌詞の中では、いじめ、ダメ、絶対の歌詞が一番好きと答えた。ベイビーメトルでは、自身の誕生日である12月20日前後に、 SU メタル生誕祭と銘打ったラブが行われたことがある。橋本玉木な出世の契機となった奇跡の一枚を撮影したブロガーがカメラ小僧になったきっかけはアッシュのスクール見学での中元との出会いであったとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。